皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁旅は、前回、前々回に続き巣鴨の本名字を紹介します。コインボウ家の菩提寺、本名字は五世コインボウ道作が本名字に葬られるよりも45年前、明暦3年に発生し、江戸の町の大半を焼き尽くした明暦の大火の火元として知られています。明暦の大火の出火原因については次のような俗説が伝わっています。本名寺の檀家の娘が街角ですれ違った美しい寺小姓に一目惚れし、名も知れぬ美少年のことを毎日思って、食事も喉を通らず痩せていくばかり。娘は間もなく17歳の生涯を閉じ、本名寺に葬られますが、棺にかけられた寺小姓が着ていたものと同じ柄の娘の振袖は、当時の慣習により寺で働く男たちに下げ渡され、古宮へと売却されます。ところが翌年、檀家の17歳の娘が亡くなり、本名寺に棺が運び込まれてきますが、その棺にはあの振袖がかけられていたそうで、男たちは偶然だろうと再び振袖を売却します。しかしその振袖を買い求めた同じ17歳の娘も亡くなり、三度本名寺へ帰ってきたため、住職に相談し振袖を寺で供養することになります。そして住職が境内で読経しながら火中に振袖を投じたところ、突然吹いた強風により火のついた振袖が舞い上がり、本堂へと燃え移ります。火災は次々と炎症していき、翌日には江戸市内の半分以上を焼き尽くす大惨事となったそうで、そのため明暦の大火は別名振袖火事と呼ばれています。この話は火災の発生から比較的早い時期に市中に広まっていったと言われていますが、本名寺を火元とする説にはいくつかの疑問点があります。出火は題材であった当時、本名寺は幕府から何の処分もされることなく、3年後に焼失前よりも大きな寺院として再建。10年後には同じ宗派の寺院と幕府との連絡調整役に任じられるなど、むしろ厚遇されているのです。そして火元については諸説ありますが、有力視されているのが本名寺の北側にあった老中阿部忠明の屋敷とする説です。老中の屋敷が火元となると幕府の威信が失墜してしまうため、幕府の要請により本名寺が火元の汚名を引き受けたとされ、振袖が原因というミステリアスな話も幕府による情報操作により広まったと考えられています。安倍家から本名寺へ大正時代に至るまで毎年多額の犠牲者への供養料が奉納されていたことも、その論拠となっています。本名寺には、コインボウ家の墓所のほか、歴史に名を残す人物の墓が、いくつかあります。時代劇、遠山の金さんで知られる、旗本、遠山金四郎景元は、天保11年に北町奉行へ就任。翌年に始まった、老中、水野忠邦による天保の改革に当初は協力的でしたが、極度な質素倹約の政策が断行され、風紀を乱すとの理由で芝居小屋の廃止が検討されるようになると、庶民の楽しみを奪ってはいけないと断固反対し、浅草への小屋の移転という措置だけで済ませています。そのため金四郎は芝居や講談で庶民の味方として取り上げられていくことになったのです。遠山金四郎が反対した天保の改革では、店先で囲碁や将棋を行うことも往来の邪魔になるという理由で禁止されていたそうです。幕末の剣豪千葉周作は北進一刀流の創始者で、市内による合理的な稽古を取り入れるなど、現在の剣道にも大きな影響を与えています。
千葉周作は、囲碁の愛好家であったと言われていますが、神田お玉が池にあった道場、玄武館の近くで、本因坊門下で、天保四傑の一人、伊藤昭和が囲碁を教えていたことから、ひょっとしたら、両者は交流があったのかもしれません。本名字には、江戸時代末期に活躍し、棋聖と呼ばれた将棋指し、天野宗歩の墓もあります。江戸時代、将棋の名人は、家元の大橋家、伊藤家による世襲制だったため、天野は、実力十三段と呼ばれながら、名人には推挙されず、段位も七段止まりだったそうです。そこで、天野は、後に、棋聖の称号で称えられ、現在のタイトル戦、棋聖戦の由来となっています。最後に、千葉県野田市関宿にあった、関宿藩の藩主、久世家の墓所について紹介します。久世家は、本名寺を創建した、徳川家康の家臣の一人で、初代藩主の久世博之は、明暦の大火の後に、江戸城再建の総奉行を務め、その功績により、若年より、老中を歴任。関宿藩五万石の藩主となります。二代目藩主、久世重之は、宝永元年に、寺社奉行に就任。翌年には、若年よりとなり、聖徳三年には、老中に就任しています。囲碁の家元は、寺社奉行の管轄であり、久世重之は、囲碁界に、大きな影響力を持っていたようです。宝永二年、安井家当主の安井仙鶴は、お城もにて、当時、15歳で四段ながら、成長著しい、五世本因坊堂内と対局することとなります。六段の仙鶴は、堂内の後見人であり、名人、井上道雪より、互い戦での対局を申し入れられますが、これを拒否。これに対し、道雪は、仙鶴と堂内との争い後の開催を幕府に申請しています。宝永の争い後と呼ばれる、この対局は、道雪が若年寄りとなっていた久世重之に働きかけて、戦愛戦で対局。対局を優位に進めた道内に対し、仙鶴は、互い戦での手合いを認めることとなります。そして、久世家歴代当主の中で、最も、囲碁界に影響を及ぼしたのが、七代藩主、久世博親です。寺社奉行を経て、開四年に老中となった博親は、老中、主座の阿部正弘と共に、諸外国との折衝に当たりますが、新たに大老となった井伊直弼の、一橋派への弾圧に反対したため、罷免されています。その後、井伊が暗殺されると、老中、安藤信正の推挙により、老中に再任され、高部合体政策を推進しています。かつて、久世博親に仕えていた、林門下の松本金四郎は、嘉永三年に、井上家当主の井上秀哲が、門人を切り殺して引退した際、跡目候補の服部正哲が遊歴中であったため、博親の推挙により、十三世井上院籍となります。お家断絶の恐れがあった井上家にしてみれば、元寺社奉行で、幕閣の実力者である、久世博親の意向に逆らえなかったのかもしれません。井上松本院籍は、囲碁四傑の一人、本因坊秀和が、安政六年に、幕府へ名人御所就位願いを出した際も、かつて、秀和が、先々代、井上源内院籍の名人就位を阻んだ因縁から、久世博親を通して、寺社奉行へ異議を申し立て、幕府は、内憂内患の多忙を理由に、秀和の申し出を却下しています。このように、スナモの本名字は、本因坊家の墓所だけでなく、囲碁に関わる人物が多く眠る、囲碁の聖地なのです。